おはようございます。今ここ丸沼高原に、高谷君がいろいろキャンセルもあったんですけども、来て今トレーニングの真っ最中なんですけども、はい、今のご心境をちょっと聞いてみたいと思います。はい、まず今こう4月に入ってね、はい、もう3月の優勝がなくなったんですけど、はい、それに関してのちょっとコメントいただければと思います。そうですね、やっぱり試合が中止になった時はちょっとこう気持ちの整理もつかずどうしたらいいのかなっていう感もありましたけど、もう1ヶ月経って、まあ、レッスン活動しながら、まあ、空いた時間でトレーニングする間にちょっとこう来シーズンに向けてのこう課題ですとか、そういったところが今ちょうどこう見え始めているところです。で体調的にどうですか？体的には、試合の、まあ、1ヶ月前ちょうど試合の予定だったんですけども、まあ、そのまま体調を今キープしている感じで。なるほど、はい。まあ、今年マテリアも随分変わったって聞いてますけども、ブーツとかの調子はいかがですか？そうですね、ブーツの方もすごくフィーリングが良くて、低速ですとかスキーをずらしたり逆にこうグリップさせたりっていったところのこう自由度も上がってますし、とにかく滑ってる時のなんか収まりがいいですね、足裏の。なるほどね。ちょっとね、時間が少し逆にトレーニングに回ったんですけども、それに関してはどうでしょうかね？いや、やっぱりこう貴重な時間、なかなか春に、思い切ったこうトレーニングの時間ってこう作ることがなかなか難しいので、そういった意味でもやっぱりすごくいいチャンスかなと思います。そうですね、今日は私高橋とですね、2人で、一緒に滑ってですね、私も一緒に学んだり、それから2人でですね、あとで映像を見ながらハードもレコードもないということで、打ち合わせも兼ねてですね、今日時間を過ごしたいと思います。はい、今日どうぞこれから映像を撮るんですけども、ぜひ皆さんご覧になってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。